めっちゃ天むすの匂いするな。なんかすごくない、うん、お弁当ですって感じの匂い、弁当の匂い、ちゃんと弁当に。え、これいい食べる、いける、3秒ルール。拭いてる、ちゃんと拭いてる。すいません。今大丈夫、気持ちの問題やから。そうそう、大丈夫大丈夫、何も見えてないからみんなには。そうそう、みんなは普通に、今日のお弁当は天むすです。天むす、朝ですね。天むす、これは朝か、朝か、朝が天むすです。夜は、昼は、夜か、夜は何だろう。え、食べてないの。え、それ食べてない、うん。え私はゼリーをもらいました。あ、あとドーナツあった。うん、ね、ドーナツあった。ドーナツでーす。ドーナツ何が好き。シンシンはポンデリング。わ、美味しいやつだ。美味しい、一番美味しい。みんな何が好きなんやろな。え、でもハニーチュロスみたいなやつ人気やな。あれなんかめっちゃ大量に入ってなかったの。みんなが、あ、今日、うん、あ、そうなん、今日だいぶ人気ない、だいぶ人気や。メンバー人気高いよな、でもあれ、うん、なんかでもケイトもポンデリング派。うん、しかもあのチョコのポンデリングが好きだった。もう今あんまないけど、なんかそうチョコかかってたやつ、コーティングが、そうあれが好きだった。今もう限定のさ、なんかアーモンドとか乗せたやつしかないや、やっぱノーマルっていうか、そうね、悲しい。あとちっちゃいのいっぱい詰めれるやつ、懐かしくない。一口のたまにめっちゃ食べたくなる。そうあれないよね、今ない。でもなんかちょっと高いさ、うん、これぐらいのドーナツ悪くない？え、そんなんあんの？何それ？何それ？何それ？なんか自分で入れるやつ。え、昔はさ、なんかセットで入ってた、入ってた、入ってた。それを自分で入れるバージョンのちょっと大きい版みたいな。そうなんや。D ポップ、そう。D ポップ。ドーナツポップってこと。絶対そう。D ポップ。ちょっとおしゃれに。D ポップ。どこにある？ドーナツ、ドーナツ。ドーナツ。うん。チョコ、カラースプレーみたいな、うん、かかってるやつ食べてみたい。え、そんなんあんない？ないからってこと？開発してって。そう。え、開発、あっちならありそうじゃない？クリスピーの。確かに。ありそう。海外系。海外系のな。確かに。日本の店にはないから。確かに。カラースプレー美味しいよな。美味しい。なんか何やったかな、何かでさ、カラースプレーだけを大量に食べてみたみたいなやつ見てんけどさ、それもあんまり美味しくなさそうだ。なんか箱いっぱいにカラースプレー詰めて、そっからもうわーって取って食べるみたいな。でもあれだけってさ、なんかそんなに味ないよな。ちょっとなんか、なんか薬品みたいな味で、うん、なんかチョコじゃない、チョコ。え、わかるわかる、チョコじゃない味がする。え、あれいちごチョコとかもさ、あれはなんかチョコ、いちごじゃないよみたいな。確かに、いちごは食べれるけどいちごチョコ無理みたいな人がおるの、ね、そういう感じなのかな。あとケチャップいけるけどトマトみたいな。あー、ボルボルな。まあ確かに味違うと、確かに感じるよね。トマトみたいな色着て、持ってきたの。あ、これあれや、ミックスジュースやな。違う、アマンマトル。え、それずっとロッカーに入ってたの？そう。え、いつも寒い時に着るよ。すごい。赤は確かに、赤はいけるな。黄色はさ、結構、うん、結構異色じゃない？え、黄色なん？黄色やで。確かに黄色、黄色着てる人見たことない。やろう？緑とかたまに見るけど。いるっけ？え、おらん？いるか。え、メンバーで、うん、メンバーでこの緑、うん、そう、超絶可愛い。
そうか、情熱かわいい、マイティとか着てる気がする。マイティあれあマイティ超可愛いか。いろんなとこやと思ってた。いろんなとこ行きすぎて。ピンクやと思ってた。そうや、超絶可愛い。そっかそっか。でもほんまに黄色を見たことない。黄色を着てる人見たことない。まあ、確かに。家に眠ってる。家に眠ってる。眠ってる。え、全部眠ってんで、ね。なんかライブのアンコールの T シャツとか。え、すごいな。全部。いやでもわかる。だからそれだけでさ、うん、炭水化物丸くない？うん。めっちゃある。めっちゃある。人の生誕 T シャツとか。あ、そう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 。昔のやつ。いっぱいあるよね。すごい。だってケイトなんかそういう記念品系でクローゼット1個埋まってるもん。うん。わかる。こんだけやってたらな、なんか。なるよな。増えていくよな、めっちゃ。増えていっちゃう。なんかあの T シャツとかさもらえるけどさ、うん、なんかちょっとちっちゃくない？え、わかる。サイズめっちゃわかる。なんか別にピチピチなわけじゃないけど、うん、そうそうそう、ちょっと気持ちいい。なんかそう、袖が短い。あ、そうそう、なんかな、肩がめっちゃちっちゃく感じる。わかるわかる。普段ダボダボばっかり着るからさ、肘ぐらいまで欲しいところをさ、あ、そうそう、めっちゃ肩出るんですけどみたいな。肩出るんですけどみたいな。ちょっと勇気いるよね。わかるわかる。着るのになんか肩よりちょっと長いぐらいか、うん、肘までかがいい、うん、一番あれのさサイズ表っていうか、うん、サイズのとこにさ150って書いてるくない？書いてる。150センチってこと、うん、そうやと思う。え、キッズってこと？キッズやと思う。キッズ用着てるってこと？キュートラキッズ着てる。でもいける。シンシンとかキッズでも着れるもん。え、たまに着てるやろ。キッズ着てるやろ。キッズ、あ、でも着てるやろ。ザラキッズとかなら着てるやろ。海外系とかなら、うん、ナンバラのやつとかも150って書いてある気がする、うん、え、そうなん、うん、見たことなかった。でもあれはでかいな。あれはでかい。あれはちょうどいいよ。袖長い、うん、袖かサイズというか、うん、袖やわ。袖が長いのがいい。みたい。150ないんだよ。身長の話ってこと？そうやんな。やんな。140とかの。いやでもケイトちゃんも140センチだやったの。うん。身長はそうやったの。やばい。140センチ。140って何？140って何？でも前半とかじゃない？140前半とかやる。うん、そうちゃう、そうちゃう。あやみちゃんはめっちゃ伸びてるよな。確かに。なんか入って、ね、もっと、うん、もっとちっちゃいイメージだった、うん、そう、ケットは160。160でな、マクチも160らしいねんけどさ、え、そう、ぴったり160でな、で、同じ身長やなって言ったら絶対嘘やって言ってな、なんかめっちゃ疑われてな。ケイトの方がちっちゃいと思われてて。いや、なんかケイトちゃんはなんかめっちゃ伸びてて大きいねんけど、ちっちゃく見えんねん、うん、イメージよな。うん、イメージやと思う。横に立ったらびっくりするよな。そうやねん。そう、意外と大きいな。140のイメージついてるよな、うん、140のイメージはもうさすがにないけど、ないないないか。で、160のイメージもないからさ、ないよね。ちっちゃい方やと思う。うん、普通くらい、うんうん、平均くらい、うん、ジオンちゃんも伸びてるみたい。え、ジオンちっちゃかった？なあ、ちっちゃいイメージがまずないよな。ずっとずっと大きい。顔もさ、入った時が大人びくた。確かに顔つきね、うん、リサちゃんもそのタイプで、あ、確かに大人っぽくて、うん、身長もそんな低くない。確かに確かに。でも伸びたみたいに言ってたの今日。ねえ、確かに伸びてた。まだ伸びそうだ。身長1センチも変わってないね。加入してからそろそろ縮み始めた。やばい。そろそろ運動してて腰とか曲がってきた。で、縮んでるかも。え、20歳で入ったっけ？20歳で入った。そっかそっか、すごいよな。でもどんどん若返ってるよな。え、そう。しんしん、マジで。確かに、うん、
のもでも確かにずっとさ、うん、大人っぽく見られてて、うん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 、優しい心身。何いつもみんなでこうやってさ配信して後から行ったらさ、うん、終わった子から抜けていくのにさ、うん、終わるで全く終わろうとしてた、終わろうとしてたわ、うん、みんなじゃあねとか言って心身の考え方ね、そう優しいね。だけどもう一個って、うん、もう一回にね、はい、あざとく取らないと、あ、そうそうそう今日はちょっと取らなあかんから今日は取らなあかんから、はい、これで絶対取るで、この赤フードで取らへん、この赤フードでは赤フードでは取らへん、かわいいのに。もうケイシーちゃんも今日取ってました、ね、そう、シンシンに教えてもらった。え、ほんまに取ったの？取ったね、もう楽しみ。シンシンに言ってもらった曲で、うん、らしいです。シンシンが決めてくれた。2パーありがとうございます。12番ありがとうございます。11のありがとうございます。10ヘイゼルノッツありがとうございます。9の原慎之介のすけありがとうございます。8位慎吾ありがとうございます。7位エウさんありがとうございます。6位マツオニアありがとうございます。5位ケイタありがとうございます。4位レナちゃんありがとうございます。やばいやりづらい。3位リョウスケありがとうございます。2位リョウコありがとうございます。1位カルピーありがとうございます。絶妙な裏拍子です。ありがとうございます。シンシン TikTok で言いますので、うん、あざとく言ってきてください。バイバイ、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 バイバイ。もう2のだけだ。ほんとや待って結局テムス1個しか食べてない。いや違うね、ドーナツも食べたからさ。あ、そういうことね。よかった。いやありがとう、わざわざ。いやいや、画面を画面を出てまでよけてくれてありがとう。いやいや、よいしょ。ひとりになった。ひとりになりましたよ。そう、今日はシンシンに教えてもらって TikTok 撮りました。シンシンにあの今の流行ってる曲は何って言って聞いて撮りました。だからまたあげます。そう、シンシン、シンシン先生。すごい、誰か抜けた感がすごいよね。よっ、あ、あ、よよよよよよ、うんうん、なんか傾いてます。ちょっとちょっとか傾いてるね。また見てみてください。見てみて。なんかケイト普段見るやつはね、あの結構なんかダンサーみたいなダンサーっぽい人の TikTok を見るんですけど、そう。ダンサーっぽいのを見ちゃうから全身で撮ってるやつみたいな、音ハメ知ってみたみたいなね。ゴリゴリ、そうだからアーノンとかめっちゃ流れてくる。そう、ああいうのを見るので、そう、ちょっとシンシンに教えてもらいました。流行り流行りのやつ。ね、アーノンかっこいいのやってるからめっちゃいい。今日か
今日か明日かにあげます。TikTok 見てね、いいねしてください。それじゃあ公園に行ってきます。13位さとくんさんありがとうございます。12位ホリチッチさんありがとうございます。11位ヨシーラッシュの鍋の人さんありがとうございます。10位クニアンさんありがとうございます。9位カズマヨウゲさんありがとうございます。8位チャウチャウさんありがとうございます。7位ガチのズリさんありがとうございます。6位炭酸せんべいさんありがとうございます。5位玉ひよさんありがとうございます。4位ひろごんさんありがとうございます。3位加藤オーナーさんありがとうございます。2位1つ2つみつさんありがとうございます。1位はしおぴーさんです、ありがとうございます。スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。バイバイ。このあと18時からは僕の青春公演です。頑張ります。バイバイ。